優しい愛を感じて。
教えてください。
私にとって賛美とは、ある方がですね教会に来られた時に、私たちが奉仕してる姿を見てくださって、陰で奉仕してる姿を見てくださって、静香さんは賛美が奉仕じゃなくって、もうなんか全ての奉仕が賛美なんだねっていうことを言ってくださったんですね。でなんかすごく嬉しい言葉だったんですけれども、私にとって賛美とはその歌を歌ってる時だけがやっぱり賛美ではなく、本当に私に与えられているものを神様にお返しすることが賛美かなっていうふうに思ってるので、掃除してる時も賛美だし、ご飯食べてる時もご飯作ってる時も、あとそうですね、お花を生けてる時も本当に神様の素晴らしさを表していくっていう意味で賛美だし、もう全部ですね、はい、生活の全てかなと思います。そうなりたいです。